ちは、小麦です。今回は地元の方々に人気の里山、鳩吹山の紹介をしたいと思います。鳩吹山は岐阜県可児市にあり、標高は313メートル、山頂からは正面に御嶽山が望め、春にはカタクリの群生が見られることで有名です。今回紹介するルートは西山と鳩吹山の縦走ができる周回ルート。西山登山口から西山、鳩吹山の順に周回します。おおよそ距離5キロ、標高差500メートル、コースタイムが2時間40分です。周辺いくつか山頂があり、山頂7つを鳩吹山セブンマウンテンと呼ぶそうです。7つを一気に一筆書きすることもできるので、興味のある方はいろんなルートを調べてみてください。おすすめポイントは、休憩所がたくさんあるので困らない、歩きやすいし道がわかりやすい、低山でも御嶽山、白山などの景色が楽しめるの3点です。注意点ですが、鳩吹山には火気厳禁、ペット禁止という掟があるので、バーナーでの調理やペット連れでの登山は禁止になります。おすすめ登山時期は春と秋、低山が気持ちよい時期ですね。カタクリの群生がだいたい3月末です。駐車場は新善寺の奥に10台ほど止められる登山者用駐車場があります。 Google マップ新善寺検索で経路が出ます。公共交通機関で行かれる方は西蟹江駅から駐車場まで歩いて30分ほどです。トイレは新善寺の隣にあります。それでは登山開始です。今回は西山から行くので駐車場奥の方へ進みます。鳩吹山方面から行きたい人はトイレの近くに登山口がありますので、そこから登ります。舗装路を歩いて15分ほどで西山登山口があるので、そちらから登ります。登山口から200メートル過ぎたところに宝着草という花の群生があるという情報を得たので立ち寄りました。可愛いお花ですね。登山口から50分ほどで西山です。西山から5分ほどで天神山方面と鳩吹山方面の分岐があります。天神山は景色がいいので余裕がある方は立ち寄ってみてください。鳩吹山と比べて人も少ないのでのんびりできるかもしれません。だいたいプラス40分ほどです。分岐から鳩吹山まで約65分、途中はなだらかなアップダウンが続きます。山頂からは御嶽山、美濃加茂市街、天気が良ければ白山、北や中央アルプスなども見えます。テーブルとベンチがいくつかあるのでのんびり休憩ができます。少し下ったところにも屋根付きの綺麗な休憩所があり、眺めもいいのでそこで休憩するのもいいかもしれません。山頂から新善寺まで30分下山し登山終了です。愛される里山、鳩吹山、ぜひ週末行かれてみてはいかがでしょうか。皆さんが楽しく安全に登山ができることを願っています。最後までご視聴ありがとうございました。